はい、ということで皆さんこんにちは、浅岡修でございます。さあ、本日はですね、ダメだ、もうめちゃめちゃ眠い。今日も元気に占いをやっていこうかなと、ということで、ナイキの占いアプリ、スニーカーズでですね、本日狙っていこうかなというふうに思っております。ほんで、今日発売のですね、商品なんでございますが、エアージョーダン1レトロハイ OG のですね、こちらスモークグレーというですね、一足が発売と。で、同時にですね、新しいダンクとして話題のですね、ディスラプトと呼ばれるですモデルあるんですが、まあ、一応やるか。まぁ、ちょっとまぁこの2つが発売なんで、まぁディスラプトはこのまぁロイヤルカラーだったらまぁ、とりあえずね、まずこちらスモークグレーをやっていこうかなというふうに思っておりますね。それでは本日もですね、元気に占いして、今日の運勢ね、占っていきたいなというふうに思っておりますのでね、大吉取れるよう頑張っていこうと思います。それでは行ってみましょう。さあ、ということでこちら、エアージョーダン1。グレーと、これね、グレーのところがですね、スウェードなんですよね。でも質感的に結構ね、面白い感じになってるということで、まあまあまあ、これも占いの一環なんでね、ダメだったらダメだったらというような感じですね。これウィメンズモデルなんで、サイズがね、まあ色的にはかっこよさそうなんで、まあちょっと申し込むだけね、抽選というかもう占いなんで、申し込むだけ申し込んでみようかなというような感じですね。さあ、いつでも来い！はい、来ました。これ今回抽選なの？あ、抽選なの？ OK、 エントリー済みということで、あ、今回抽選なんですね。あれ抽選販売って書いてあったっけ。まあ、普通の販売だと勘違いしておりましたが、こちらは抽選販売ということで10分間ですね。一応ディスラプトも言っておきますが、まあ、ディスラプトの方は普通の販売でございますね。まあ、ちょっと抽選してる間にディスラプトの結果は来るんじゃねえかな。まあ、とりあえずまずディスラプトの結果待ちますかね。早いな。ディスラプト売り切れましたね。さあ、ということで、ディスラプトはダメだったわけなんですが、近日発売でも見ます？ああ、このベイト別注シリーズですね。なんか剥がすシリーズでございますけど、剥がさない方がかっこいいんじゃないか、これ。なんかちょっとワットザっぽいですけどね。デュブレがかっこいいね、これは。昔の丸いデュブレなんで。まあ、あとはこちらのね、いかにも SB っぽいんだけど、普通のナイキスポーツウェアのダンクっていうね、もう完全に比べてストップですけど、これも一応10日の9時から抽選受付ということで、もうダンクも全部抽選、最近抽選増えたっすね。最近ナイキのリリース落ち着いてますからね、すごい狙ってるといったような感じじゃないですね。もちろんとりあえずまだ時間あるんでちょっと待ちますかね。さあ、あと15秒、14、13、1、0。はい、抽選にエントリー済みになりましたね。さあ、どうの運勢どうだい。おい、出さんのかい、これ、このファーンってやつを。大凶。さあ、ということで今日の運勢も大凶と。ですね、まあ、まあしょうがない。これはもうおみくじなんで、占いアプリでございますからね、やんや言ってもしょうがないですから、また次のね進化頑張って出会っていこうかなというふうに思うんですが、本来だとね、ここで最近買ったもの紹介なんですけど、今日ちょっと違くて、アトモス横浜店がですね、一応このディスラプトのメンズサイズまでの展開をやると視聴者さんがね、DM してくれたので、まあ、ちょっとこれからアトモス横浜の方行って、まあ、このディスラプトが本物どういうものなのかっていうのをちょっと見てこようかな。ほんで、まあ、うまい飯でも食って今日は終わりかなという感じなんで、とりあえずまず一回外行きましょうか。Girlfriend, you got me smiling, but each day stars are brighter, I feel lighter in every way. Girlfriend, さあ、現場近く来ましたけど、ちょっと並んでますね。お風呂前で3、4人ほどね、並んでおりますね。
魔王のでかいのないですか。何センチ。28.5とか9とか。じゃあ8、うん、ちょっと履いてみてもいいですか、はい、リメンズっすもんね。あ、ちっちゃいわ。俺ちょっとちっちゃいな。 OK っす、じゃあ大丈夫っす、ごめんなさい。そう、ということでですね、今アトモスの方を見てきたわけなんですけれども、僕のサイズはですね、売れちゃってましたね。今回ね、ウィメンズ企画ということで、僕ね、もう29とか 8.5 とかじゃないと入らないんですけど、まあもうそのサイズは完売ということで、まあまあまああれに関してはまあいいかなというような感じでございますね。作り自体はね、すごく面白くて、なんか本当ニュータイプっていう感じのですね、ダンクということで、まあこれからもね、あのカラー展開あるのかなとかいろいろ考えたりするんですけれども、レザーはねちょっとまあ安価なというか、まあダンクっぽいし、あとは AJ1 ローみたいなんですね、ちょっと安めの、まあ、スムースレザーみたいな感じで、あとはトーボックスとかはねメッシュ素材ということで、そこら辺もね普通のダンクと、作りが異なっているという点もですね、非常に面白いのかなと。まあこれからね、またカレッジに寄せたカラーで展開してくるんじゃないかなというふうに思いますんで、まあその時はね、もしなんか一足でも手に入ったらいいかなと。ということで、今日は負け続きなわけですが、そんな時は腹を満たそうじゃないかということでですね、本日は美味しい美味しいうどん屋さんがございますので、そちらの方ね今から向かっていきたいなというふうに思います。これまた横浜なので、腹だけでもねちょっと満たして帰ろうかなというふうに思っております。ね、小麦の翼というですね、讃岐うどん屋さん、こちらですね、ここめちゃくちゃうまいらしいんで、ちょっととりあえず行ってみますか。いただくと、うまそう。わかめちゃんもいましたね。しゃあ、これでちょっと食べてみますか。今日もめちゃめちゃうまいですね。落ち着くな。何よりのこのね、うどんのコシが尋常じゃないですね。うまっ、最高。ということで、お家に帰ってまいりましてですね、今日は何も買えませんでしたということで、まあまあまあそういう日もありますよねという感じでございますけれども、今日伺ったね、讃岐うどんの、小麦の翼、非常に美味しいですね。もうコシがむちゃむちゃしっかりしたうどん屋さんでございますので、多分ね横浜だけじゃなくて何個かあるみたいなので、もしね気になる方はぜひ調べていただいて、横浜店のね、情報は一応概要欄の方に載せておこうかなというふうに思っております。ほんで、ディスラプトのダンクですけれども、まあ非常にね、新しい方としてはですね、面白いんじゃないかなと思うですね、一足でございますので、まあ今後の展開にね期待というような感じじゃないですかね。あとはウィメンズ展開じゃなくてメンズ展開も出てきた時がまたちょっと楽しみかなというようなですね、一足でございますのでね、まあそんな感じで、今週はハイハイということでございます。それではね、今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお待ちしております。 next movie、 じゃねー。 Baby come and show me how, me how, show me how